こちらが買ってきたものになります。全然いいかなと、はい、思えるような。はい、皆さんおはようございます。今日はですね、あいにくの雨なんですけど、まあ、ちょっとね、これからディーラーに行ってパーツですね、あのサイドスタンドの、ね、エクステンションと、あとはね、ちょっとこの前、デグナーのつけたんですけど、ここのね、ハーレーの専用のね、なんかバッグがウルトラとかね、このツーリングモデルにはつくみたいなので、それをね、買おうかなと思って、まあ、あとはアパレルとか、まあどうかな、あんま服はね、ハーレーの時はもうこだわんないんで、ここは買うかわからないんですけど、まあ、ちょっとね、なんか買ってつけようかなと思ったんで、それを買いにね、これから行きます。まあ、あと点検ですね。点検の予定、ようやく1年近くなったんで、そこもやって、はい、行くというところです。雨なんですけど、まあ、雨に左右されず、少しね、これから走っていきます。はい、あとね、残り2キロくらいで到着ですね。はい、まあ相変わらずですね、雨の方は止む気配もなく走行してるんですけど、まあ雨ですね、このウルトラ結構濡れるのかって聞かれるんですけど、まあ濡れるのは濡れるんですけど、まあ、濡れづらいというかね、あまり濡れないというか、まあ雨最悪はあんまり気にせず走れる人は走れるっていうところじゃないですかね。まあ、僕の場合基本的に雨でも何でもまあ走る体でやっぱこのバイク選んでるっていうのと、あとはね、あのエアクリーナー、はい、こっち側ですね、こっち側のエアクリーナーね、あの車外に、ね、変える時も、まあ、雨とかね、なるべくあんまり気にならないような、はい、タイプのものを選んでいますし、まあ、あとはグリップヒーターとかね、これリミテッド、ウルトラリミテッドになるとね、グリップヒーターとかがついてます。はい、両方ですね。であとね、この、はい、まあ、シールドですね、いわゆるもありますので、そんなにやっぱり雨っていうものは気にはならないですね。もちろんね、こういうところでね、速度とか例えば抑えるとね、上からまあそりゃ雨降ってくるんで濡れますけれど、そんなね気にするほどでもないかなと。まあ今日はこの RS タイチ、あれこれはタイチだっけかな、タイチですね。はい、タイチと、あとはまあ普通のカッパですね。カッパと、あとはまあね、ハーレーブーツみたいなの履いてね、全然これで濡れなくいけちゃいます。ただカッパはなるべくあのちょっと裾の長いものを選んだ方がいいかもしれないですね。はい、まあブーツとの、ね、間から雨が入ってきたりもしてしまうので、ちょっと長めを選ぶのが僕はポイントかなと思います。まあ、使い捨てでね、ワークマンとかでも全然いいと思うんですよ。まあ、エンジンとかね、まあ、ちょっとね熱であの焼けちゃわないようにちょっと気をつけてもらえれば、全然ワークマンのものでいいと思います。確か2000円ぐらいでね売ってて、僕株とかであの乗ってる時もね履いたりするんですけど、めちゃめちゃ水はずきも良くてね、まあそれは使っていれば多少ね効果っていうのは薄れてね、あの水はじきが悪くはなっていってしまうんですけれど、まあ、基本的にねバチバチ弾いてくれるですね、最初の方は。なんでまあ2000円にしてはやっぱワークマンはねコストいいっすね、本当。他のヤマハとかのね、僕も今度ヤマハのカッパなんですよ、これ実は履いてますけど、上下でね7,000-8,000円する割にはやっぱりねちょっとっていうところはありますね。なのでやっぱワークマンで買った方がいいんじゃないのかなっていうところですね。まあ、だって2000円で例えば半年に1回でも4000円でまあ1年持ったとするじゃないですか。別にヤマハのやつ7,000-8,000円出して高いからっていいかっつったら、やっぱり持ちでくらあの言ったらそんなね持たない部分があるので、そういうところはちょっとね新品に交換するっていう体で考えると、やっぱりワークマンとかの方がいいんじゃないのかなっては思いますね。まあ、ブランドにこだわらなければの話になっちゃいますけれど、まあ雨の日ってまあ僕はそんな感じですかね。あとはまあフルフェイスなんで、まあ今ちょうどね被ってるのはこちら、ショーエのねGTR2 に、はい、こんな感じですね、マットブラックになります。まあ、これもですね、あの僕が車の時紹介しているツヤ将軍とかはね少しずつ使って、まあ、疎水タイプでね水はじきもまあいいかなというところですね。まあ、マットブラックなんでね結構ねあの水垢っていうかね、それ目立ちやすいので、まあかぶって雨とかね濡れたりしたら、まあ、結構こまめにできる限り拭くようにしています。まああと夏場までにね、ちょっともう夏場っていうかもう夏目前なんですけど、まあなどうしようかな、
J クルーズ2とかもねちょっと今考えてるんですよね。まあ、いわばジェットタイプのヘルメットですね。はい、まあ僕はねちょっと荒いではなく省エイ派なので、そういうところもね、まあ、もしかったらちょっとねレビューしてみたいと思いますので、ね、その時はまた動画にしたいと思います。とまあ喋ってる間にハーレーダビッドソン埼玉の園、はい、見えてきました。そちらですね、もうちょいなんでこのままよし入っていきますね。こちらからインと、まあこんな日に乗るのは僕ぐらいなのかな。よいしょと、今日はねこのスタンド、はい、こちらエクステンションが僕のねついていないんですけど、まあこれをねちょっとつけてというかね買ってね、気に入ったデザインあるかな、ちょっとねその辺も兼ねて中入りたいと思います。それでは、はい、先ほどですねディーラーの方でパーツ買ったりね点検代をお支払いしてきたりしました。まあ1年点検ですね、思った以上に安いっすね。しかもオイル代ね無料でやってくれるっていうことで、まあエレメントもねもちろんその時やってもらったりするので、まあ追加費用がねかかってもまあ別にちょっとなんでいいかなっていう感じなんですけど、思ったより本当に安かったです。はい、まあなのでね、まあちょっと点検はね後日、はい、やってこようかなと思います。まあようやくですねこのバイクも購入してから1年がね経過しようとしているというところなんですけれど、まあ乗ってみてね本当にまあ大きいし重いし、でもまあ乗っててねすごい快適っていう部分もあったり、まあどのバイクもですねまあ一長一短あるわけで、まあ、僕はこのバイクねまあ高いですけど、まあ、買ってねまあ後悔っていうのはまあないかなっていうところですね。まあコロナがもしなければね今頃北海道やってたのかなっていうところで、まあ、北海道ツーリングですねまあ必ずやるんですけれど、まあまだねちょっとねいつになるかわかんないですね。結局まだね収束じゃないですけど、確か北海道でも今出たりしてるわけじゃないですか感染者が。なんでねもうちょっとねまだ様子を見て今年の最後くらい、まあでも北海道雪が降るじゃないですか、だから8月に行けるどうなんかな、無理かな、ちょっとね今年は本当にいろいろとありすぎですね本当コロナウイルスが始まって。まあなんでねとりあえずその買ってきたパーツをねつけたり、後でねちょっとご紹介します。はい、こちらが買ってきたものになります。はい、こちらですねスタンドエクステンションと言ってね、あの通常のスタンドサイドスタンドからちょっとねあの延長されているというものになります。まあ、通常ですねこの幅しかないので結構ね僕も172センチ、一応身長あるんですけれど、まあ、それでもねウルトラちょっと大きいのでまたがってサイドスタンドを出そうとするとちょっとね足が思うように届いてない時があったりして、これをねつけたことによってあのすごいあのなんていうのサイドスタンドがかけやすくなったっていう感じですね。でこちらはハーレーの、ね、純正品になります。値段が8339円と、はい、いうところで、幅の方がですね、まあ、このぐらいなんですけれど、まあ、見えるかな、ね、高さで言ったら、まあ、ちょっとこの箱がかけるぐらいの大きさですね。はい、で木島だとねもうちょっとね長いんですけど、あれはちょっと僕の方では長すぎかなと、まあ、別に悪いものでは全然ないんですけど、まあ、適度なねあの見栄えが僕が欲しいなと。あとはまあ純正のですね、まあ、ここに後でお見せしようと思うんですけどマークがねちょっとついているので、それがねあの僕は欲しかったのでこっち側にしました。はい、そしてですねこちらサドルバックガードバックというなんかねちょっとあの複雑な名称のものになるんですけれど、開けるとねまあ、ハーレーのマークが書いてあって、で開けるとねこんな感じで、でチャックはね YKK のものが使用されています。でこれをねピュッと開けると、まあ、ここにね少しちょっとした小物を入れることができるというところですね。でなんかねここに中にねなんかあのこういうものがあって、まあ、サングラスとかなんかあとは小銭入れとかなんかねちょっとの時あの
キングバック、キングパックだっけかな、キングツアラーパック、はい、とかを開けなくてもね、こっち側でちょっとなんか取り出したいものを入れるにね、すごい便利だなと思って、これはね、一緒にあのツーリング行った方がね、別なもう一個こっち側のドリンクタイプで1個ね、半分、この大きさは半分ぐらいなんですけど、まあ、サングラスとかね、なんか入れられるものを、入れてる人がいたんですよね。まあこれは2種類種類があって、そのなんかドリンクホルダーみたいになってるのと、このね、この大きさが半分ぐらいになってあるやつが 2パターンかなあって、まあ、これもね左右どっちか選べるんですけど、僕はねあの右側にはデイグナーのねあのドリンクホルダーがついているので、こっちはね左側にしました。なんでね左なんでこういう風にねなっているというところなんですよ。これ右ではないもんな、うん、こうだ、こうか、はい。なんでちょっとね早速これも取り付けていきます。はい、それでは取り付けします。はい、上からでいいのかな、まあとりあえずついちゃえばねいいかなっていうところで、はい、奥からちょっとねこのパッチをやりましょうか。少しこれ映しづらいな多分。あれ取れちゃった。なんかねこれ結構はまりづらい。 お止まった。よし、したらね今度この下側を入れていきます。なんかねこれなんですけれど、ちょっとね一番下のところがねつけづらいっていうかね、ちょっと届かないんですよね。ちょっと見てもらった方が早いかな。よいしょ、はい、ちょっと見づらいかこれは。この狭いスペースじゃね少し見づらいんですけど、なんかねこれがねちょっとねここにボタンがあるんで届かないんですよね。何なのかなこれは。まあねちょっとそこら辺はしょうがないかなと、はい、思います。なのでね使い方はですね、まあこうやってここを取って、ここでね引いてというかね下げて、また上に上げて締めるという簡単なねものになります。はい、こんな感じですね。どうでしょうか。はい、こんな感じです。そして反対側にはですね、はい、こちらデイグナー、はい、ドリンクホルダーがついています。これはね、まあ、適当に、まあ、この辺りでいいかなというところでつけたものですね。はい、それではですねこのスタンドちょっとねまたがってどんなものなのかねやってみようかなと思います。はい、まあちょっとねウルトラ重いんで、あの片手でねカメラ持ちながらだと危ないんで、こんな感じでねちょっとやってみます。はい、まあこれがねスタンダードなまっすぐなねハンドルまっすぐな状態です。でこれがねこんな感じなんですけど、元はねここら辺で僕もあのやっていたんですけど、それがねここら辺からもう見えるところから、はい、ロックをかけられるというところで、やっぱあると便利だなって思いますね。これ実際僕は最初つけてないでねもう1年ぐらいあの走ってきたんですけど、まあった方がねやっぱねもうめちゃめちゃ便利、はい、こんな感じですね。はい、なんでねちょっとね気になってる方いたらね、ちょっと見えないか、はい、つけてみた方がねこれはいいかなと思いますね。これぐらいはなんか純正でね、ウルトラって僕もあのマフラーぐらいで終わろうと思っていた車種だったんですけど、まあ、これはねあってもね全然いいかなと、はい、思えるようなパーツというかね部品になります。アクセサリーというかね、はい、まあ、一応本当に170あってもねやっぱねちょっとねウルトラの幅もでかいですし、高さもそれなりにあるので、まあこれあった方が僕はねいいかなと、はい、思います。つけてこれは後悔してない、はい、パーツですね。よし、こんな感じですね。はい、じゃあちょっとねバイクの方また戻します。よし、ほっと、はい、それでは以上この2点いかがだったでしょうか。ぜひですねこのウルトラだとこのサイドエクステンションマジでね重宝すると僕は思いましたので、ぜひねこれまだつけてなくてどうしようかなって迷ってる方、ハーレーの純正品、長さが、まあ、こんな感じになるんですけれど、まあ、非常にねあると便利だよっていうのをお伝えできればなと
思います、まあ、こっちはねちょっとね取り付けがあの微妙な部分もあるんですけど、僕としてはねこのバッグのデザインっていうのがねすごいあの気に入ってるので、まあそのあたりはいいかなと、はい、思ってます。まあここですね、まあ飲み物とかなんかいろいろちょっとしたもの入れられる、まあ、ものになります。まあ価格の方がですねこれ1万6000円くらいかな、はい、まあ、そのぐらいはしますね、はい、まあなのでこれもね、はい、ぜひねよかったらあのお近くのねディーラーとかにあの問い合わせしていただければ購入できると思いますので、はい、それではこんな感じで今日は終わりたいと思います。この動画ですね、ぜひよかったらグッドボタンとかチャンネル登録、コメントなどなど気になった点ありましたらどしどしねコメントに、記入してもらえればと思います。まあできる限りですね、まあ、僕もお答えしていきたいなと思っていますので、ぜひそのあたりよろしくお願いします。それではですね今回もご視聴していただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。